ちゃ。こんにちは。はい、お願いします。お願いします。まあ大学4年の時にまた過去の話から。いやこれつまんないでしょ本当に。いやいや、実際まあヤクルトからドラフト1位を、はい、まあ横浜と競合してみたいな。そうでした ね、はい、でも実際はどこに行きたかったの？実際はね、ちょっとヤクルトファンには本当申し訳ないんですけど、うん、横浜行きたかったですね。その理由は何なの？あのね、やっぱり僕一番行きたかったのがジャイアンツなんですよ。でまあそりゃそうだよね、はい、これもね、僕実はドラフトの前日にジャイアンツのスカウト部長と実はお会いしてて、うん、あのジャイアンツは、まあ、ある時から当日にならないとドラ1の指名誰にするか決めないって言うんですよ、うんうん、監督がその場で決めるっていうわけ、うんうん、その当時の監督って誰？王さんです。あ、王さんか。王さんが野手で行くっつったら一茂君だよって言うわけ、うんうん、ピッチャーで行くっつったら PL の橋本になるってもう前日聞いてたの、うんうん、ただやっぱり王さんはバッターだから逆にピッチャーの頭数たくさん欲しい人だよってことは言われたわけ、うんうんまあ、実際そうじゃないですか、まあそうまあ、監督になる人って大体ピッチャーの頭、まあ、野球はピッチャーからだから、うん、基本的にはっていうのがあって、あ、そうなんですかと。でももしかしたら野手で行く可能性もあるって言ったんだけど、でもピッチャーで橋本だったんでそこはもう割り切れるじゃないですか、うん、王さんが野手じゃなくてピッチャーで行くって言ったらね。で理由はちょうど江川さんが辞めた年なんですよ。ああそうか。その年のドラフトって、うん、俺ね、プロになりたい理由の一つってね、江川さんと対決したかったっていうのがすっごいあった。でちょうど僕のドラフト年っていうのは江川さんも引退されたし後楽園ラストイヤーなんですよ、うんうんうん、だからもうすっごい悔しくて江川さんとお会いする機会あんまないんですけど、うん、会うたんびに僕は江川さんとお会いしたくて対決したくてプロ入ったんですよと、なんで辞めたんですかって言ったら笑ってました。それはどこに魅力を感じたの？分からない。もう中学の時から江川さんの特集とかってずっといつも買ってたの。江川さんがちょうどアディダスのグローブ使ってたから俺もアディダスのグローブ買ったし、江川さんがその浪人時代に SSK の矢沢さんと自主トレやってた時も俺見に行こうかなと思ったし、中学の時もでも野球にはまっていってるよね、ちゃんと。そうですね、僕は江川さんの憧れものすごい強いです。いやだけどそれが夢叶わないじゃない。叶わない。それで悔しくて、でジャイアンツも行けず。で話戻すと、横浜に行きたかった理由はやっぱり東京のフランチャイズってやっぱジャイアンツってイメージなんで、僕の中でヤクルトじゃないんですよ、申し訳ないんだけど。まあそうだよね。で関根さんは距離がちょっと近すぎる、うん、さっき言ったみたいに、あ、前回か、小学校の時から知ってるし、まあそうだよ、中学の時一緒に旅行もしてるから俺、うん、っていうのがあって、おじさんみたいなもんだもんね。そう、なんか親族とすごく似てるし、うん、近いところですね、かなり、うん、だからやっぱり小葉さんって多分すごく厳しい方じゃないですか。まあ厳しかった。相当なんかこう小葉さんの養子にと逆のイメージで厳しいし、で広島のやっぱり黄金期作ったっていうのもあるし、あ、小葉さんのとこでやりたいな。あと横浜だし、おばあちゃんが横浜だったんですよ、うん、で僕横浜しょっちゅう遊び行ってたんですよ、うん、特にあの山下公園とか元町とか、うん、あ、まあ実家から近いもんね。近いし、うん、で横浜がいいなってずっと思ってたんですよ、うん、それ球団の魅力じゃなくて。球団の魅力もあります。嘘だ。で球団の魅力は弱かったじゃない。いやいやいや、やっぱりあの大将さんのホームランを取る取らないっていう時に、うん、横浜がヘルメットに星のマークをつけてた時あったでしょ、ね、うん、よく覚えてるんでしょ、うん、あ、俺はあれやりてえなとか、うん、田代さん右バッターじゃないですか、うん、だから田代さんへの憧れも僕は実はありましたよ、うん、あと平松さん、うん、あ、かっこよかったね。だってあのカミソリシュートやっぱ親父が打てなかったって有名なわけですよ、うん、一番苦手にしたピッチャーでしょ、そうそうそう、平松さん、そうそうそうっていうのも知ってたし、なんかこう横浜いいなっていうのはすごくありましたね、はい、僕の中では。屋敷さんとか、あと若菜さんとかね、うん、遠藤さんもいたし。でも実際ヤクルトになってちょっとガクッときた、うん、まあでも正直言って在京だったらどちらでもいいとは思ってたんですけど、うん、どちらかといったらこうやっぱり横浜の方がいいかなみたいな、うん、でも関西から来てたらどうした？関西から来てたら、うん、実は広島から来てたんですよ。
でも広島が一番育成には長けてるから、その当時ね。だから当時あの時は渡辺さんっていう元ジャイアンツのサイドスローガン、メリーちゃん、メリーちゃん、メリーちゃんと俺が言っちゃいけない、俺も言っちゃいけない、申し訳ない、大先輩渡辺さん、まあ、メリーちゃんでみんな相性があって、その方から前日ぐらいに確か電話があって、うん、親父に会ったんですよ。で広島が引いたら広島来ますか、うん、って親父に聞いたらしいです、渡辺さんが。そして僕に伝えて、いや親父はもうすぐ広島はお前みたいな大型のプレーヤーを育てるのはすごく得意だと、うん、お前ジャイアンツに行きたいだろうけどジャイアンツはすぐ出れないよと、うん、でも広島はじっくり育成して大型選手にする可能性が一番あるって親父は言ったんですよ、うん、で今から思えば正しいですよね。正しいと思う、正しいと俺は思う。当時ね、当時のこと考えると俺は正しいと思うんですよ。ただ俺は広島ちょっと仁義なき戦いの映画を見て、あの構想が怖くて怖い、広島行ったことないから、いそんなとこで俺できないと、うん、あと江夏さんのイメージってちょっとそっちとリンクするんじゃない、怖いなと思って、広島はちょっと親父俺無理だわって言っちゃった、言ったんだ。で広島指名しなかった。本当は広島とヤクルトと太陽だったんです。今考えたらどう思う、例えば野球人生のことを考えてたら広島行っとくべきだったですね。入ってから思ったし、今自分が55じゃないですか。だってあれからやっぱり大型選手を育てて、たくさん育ててる、まあ、育ってるよね、特に育ててる。じゃあ一方ジャイアンツ松井の後大型の4番ほとんど育ててないですからね。よそから取ってるから、ね、よそから取ってるから、よそから取ってるから育たないと、うん、で広島はやっぱりドミニカみたいなところで提携して、うん、ドミニカの選手名もない人を連れてきて育成するとかあったし、やっぱり広島にもし僕行ってたらまた人生変わってた可能性は相当高いかな、まあ、高いよね。ちょっと上から目線で申し訳ないんですけど、いやいや広島ファンに申し訳ないんだけど、うん、高かったと思いますね。だって右のバッター相当育てたじゃないですか。まあ例えばさ、ヤクルトに入った時に、まあ、池山広沢とかいたわけじゃない、はいはい、同じようなタイプの右バッターが、はいはい、それは何、こうプロ入っていろいろ壁に当たるとかいろんなことがあるじゃない、うん、プロに入って一番感じたことって何だったの。僕はね、一番最初に感じたのは、ヤクルトはいきなり、例えばあの時はですね、労組に入ってなかったので自主トレユニフォーム着てできたんですよ、12球団で唯一、うん、でコーチも来れたりして、多分キャンプに入る前にあの拳球場で、うん、あの拳球場でやってた雨天練習場、うん、あのジム使えなかったんですよ、うん、でそこでシートノックやった時にやっぱり池山の肩見て胴着も抜かれましたね。でも肩強かったよ。強かったけど俺の比じゃなかった彼は、うん、でもう守備も出来上がってたし、取ってからのスピードとかしなやかじゃないですか、うん、でももちろん池山だけじゃないし、八重樫さんだって取ってから早かったし、広沢さんもあの時ファーストやってたし、広沢さんも肩強いし、うん、まあ、みんな肩強かったですよ、うん、やっぱこれが学生と全然スピードが違うなっていうのは、うん、プロ入ってすぐのユニフォーム着ての練習の時の一番ショッキングなことだった、うん、これはまずいなと打席に入ってどうだったの。やっぱそれもスピードを感じたの。打席に入った時は実はそんな感じなかったんですよ、オンシーズンになる前まで、うんうんうん、オープン戦の時はそうでもないなと思ったんです、うん、僕実はオープン戦出させてもらって3割ぐらい打ってるんですよ、うんうん、でその前のオープン戦の前のその紅白戦とか、まあ、自分同士でやるやつも僕尾花さんからいきなりセンター前とか打ってるんですよ、オープン戦で、うんうんうん、ところがどっこい、あれみんな嘘ついてたんですね、みんな嘘ついてました。ピッチャーもうオンシーズン、シーズン開幕したら全然違うもん、ボールが全然違った。やっぱりさ、今年さ佐藤っていうのが騒がれてるじゃん、はい、阪神の阪神でオープン戦ものすごい調子よくて6本ホームランいい、あいつすごい、最多でしょ、最多新人で、うん、だけどシーズン入ったらそんな打てない、まだ打てない。それやっぱり気持ちわかる、気持ちわかるっていうか、シーズン入ってここまでの活躍はそれやっぱみんなプロの意地があるから簡単にそれは打たさないです、うん、と僕はどう思う、豊さん。じゃあホームラン取りますか、まあ、でもさ佐藤も、うん、まあ、例えば一茂もさ、はい、
ホームランを期待されてるわけじゃない、はい、ある種、はいはい、俺なんか期待されてないからホームランなんか だからやっぱタイプが違うからそこまでの重荷はなかったけど、重荷というか感じることが、まあ内野安打でもいいんだもん、もうよくやったって言われるから。なるほど、ね、でもファンは内野安打だったら許してくれなかったでしょ、うん、なんかまあ許したかどうか分かんないですけど、そういう期待をされてないって勝手に自分で思ってましたね。そう、いやいや、だからもっと、いや、じゃあもっと大きいものを期待してくれてるんだという感じありました、うん、でしょ、うん、やっぱ佐藤の気持ち分かる分かる分かる、辛いだろうね。辛いと思う、オープン戦良かったから逆にね、うん、でもまあ言いたくないけど阪神ファンには申し訳ないけど阪神だからね、それなりに羽ばたける可能性はゼロじゃないですよねなるほど、巨人だったらどうなの、難しいでしょうね。難しいね。ジャイアンツはやっぱり守備のこともあるから、うん、気使うの守備も相当かかりますからね。まあまあ確かに、打っちゃいいっていう時代じゃもうないし、うん、打ったら守備のこと言われるしね。そう、守備が守るようになったら打つこと言われるしね。そうです、阪神そうじゃないとは言ってないんだけど多少ハードルは俺やっぱり今も低いと思うよ、言えないけど言っちゃったからいいかまあね、そうか、阪神ファンも見てるのか。阪神も僕大好きなチームです、本当に。あの昔ミスタールーキーって映画やらせてもらって。ああ、そうだよ。そう、覆面かぶってね。覆面かぶって、あの上映した年に阪神優勝したんですよ、うん、あの時星野さんですよ。その時よりちょっと痩せた、どうですかね。あの時ものすごい体が出来上がってるというか。そうですね、あの時まだ野球やめて何年も経ってなかったんで、うん、僕野球やった時ほらずっとウェイトやってた。あ、まあそう、今もやってる。いや、一切やらないです。あ、もうやんない。いや、重いもの一切持たないです、はい、終わり。重いもの一切持たないで終わっちゃったんで。